っと私喋るので。さっきで私紹介したら、はい、喋り始めてみたいな。そうです。あ、大吾さん早っ。あ、始まる。始まりますね。ユンタク二平デビル。はい、2018年9月5日水曜日6時を回りました。ユンタク二平デビルのお時間がやってまいりました。今日も生放送でお届けいたします。パーソナリティはヨギナオとミキサーのキャンです。はい、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、この番組は有限会社二平デビルとユンタクコーヒーの提供でお届けいたします。6時55分まで生放送ですのでお付き合いよろしくお願いします。はい、もう9月始まりましたね。また始まりましたね。もうなんか毎月恒例のこの会話でまた月末になるともう終わっちゃうね、もう終わっちゃうんですねっていうお決まり文句ですけども。本当ですよね、はい、もうお決まり文句もあっという間なんですが、皆さん1年過ぎるのは早いので、9月とはいえちゃんとやったことやってなかったことを振り返りながらね、うん、そうですね、12月に向けていけたらいいなと思います。もう夏も残りわずかですから、うん、そうわずかなんですけど、今日はめっちゃ大雨降って、はい、で今めっちゃ晴れてて暑いっていう、なんでしょうね、なんかムシムシしますからね、うん、雨降った後は。なのにもう秋の気配するじゃないですか。夜は涼しいですから ね、またでトンボが飛んでたのね、この間。お、そうなんですね。お家の近くで、はい、そしたらさ、トンボが飛んでるのに、その奥でセミの鳴き声が聞こえるのどっちだろうみたいないやでもなんかそういうイメージはありますね。なんかトンボが早いのかセミが、まあ、まだまだいるのかどっちよみたいな、はい、そう、うち田舎なのでねそういう、まあ、学生時代結構あれでしたよ。プールの授業中、あのトンボさんが、うん、まあ、卵植え付け来てましたね。あー、そうなんだ、もう、はい、そういうプールにもね割と夏からいるんだなとは思います。そうそうそう、なので皆さん季節を感じているかと思いますが、その中私はちょっと夏風邪をひきました。大丈夫ですか？大丈夫、あの先週エヘムシがって言ったでしょ。はいはいはい、そうそう、その後からおかしくなってでダウンして、久しぶりに38度熱度出したんだけど、やっぱりね、あの生放送もあるし、そう、私はそのためにいい字でも直してるっていうそう、声をね、あの使うお仕事をさせていただいてるので、ちょっと今日でもオカマチックですが、皆さん気になさらずに楽しんで聞いてもらえればと思います。早速ツイキャスも上がってまして、ありがとうございます。ありがとうございます。そうそう、あのこの番組はあのユーストリームとツイキャスでも放送しておりますので、ぜひぜひネットでも見てもらえればと思います。ちょっとオープニング長くなりましたので、後でツイキャスの方またご紹介させていただきますね。はい、はい、オープニングナンバーいきましょうかね。はい、はい、今日も元気に大好きな歌でいきたいと思います。安室奈美恵でリスペクトザパワーオブラブ。来てる来てる、ありがとうございます。スプリームさん、ナオさん、キャン君、ゲストさん、はい、さーいってことで、カメラあれです、パウロセットスプリームさん、微妙に N と O の間にスペースが細かいな、ナオさんのね、ありがとうございます。スプリームさん、頭部には早くも晩秋の風が吹いております。頭部、頭、あ、キャスのタイトルがそう、サザンになってるね、なってるね、後でどうにかなるそうです延長戦ってことでお願いします。そうそう、今、あ、この画面が見れるので、で今9人見てるんですよ。こうやってコメントいただいてる以外にも見ている方がいらっしゃいます。いけます、はい、これを見せて解除を押せば
大丈夫です。あ、ごめん、今解除の仕方も見てなかった。テロップ大丈夫。大丈夫ですよ、またこういう時間の時に僕が来ます。はい、お願いします。こういうことでもないと画面に映らないと。あえて。あえて出てきてください。ありがとうございます。ゆうこさんが写真送ってくれてる。たまにチャラ男が画面の中にゴソゴソゴソ。ゆうこさんが入ってきたりして。話してるのは流れてない。今電波をの電波には乗ってなくって、ネットでは流れてます。流れてる。全部ダダ漏れです。それは YouTube にも載ります。なので秘密のお話はできません。このオフトークを楽しみで聞かれる方も多いですからね。そうそう、オフトーク、このトーク聞きたくて、聞きたいの逆に。うん、これで上げてます。タグ付けして。いいね。後でキャオさんが撮った写真も送りますね。はい、ありがとう。フェーラリさん。そう、今月は安室ちゃんで挟もうかなってリクエストを。そうですね、もうカウントダウンだから、カウントダウンで安室の時やね、15日やったね、なんか15日になんかファイナル来るんだよね。そうですね、うん、16日それもギノワンにですからね。ねえ、ギノワンでなんか中継やればいい。あ、あやちゃんさん、こんばんは。今日間に合って見ています。今日あの大先生が来てます。あの一緒によあの夜明かりのモデルした人です。これあの浴衣の写真だね。うん、あ、人工知能の夫あさとさん、久しぶりじゃないですか。お久しぶりですね。お元気ですか。覗いてます。え、初見じゃないでしょ。初見ですって書いてるけど。覚えてるよ。だってそんな名前忘れるわけがない。大吾さん、ダダ漏れって言って、そう、ダダ漏れ聞いてる。聞いてる。あ、大吾さん、コインありがとうございます。あ、今日コイン、あ、5枚来た、ありがとう。今日もコイン、これが5枚コインあるので、ツイキャスってこのインターネット放送が30分で、だいたい30分割なんですよ。それがコインがもう5個溜まってるので1時間丸々あの配信ができるっていう、ありがたいです。声がおかしい。おかまちゃんになりそうだわ。では CM に行きましょう。はい。チラチラだよね。覗いてたの。コメントしないけど覗いてたってことみたいな。クッキーさん、クッキーさんをはじめまして。これはどんなキャスですか。どんなキャスですかってどういうこと。キャスティング、ツイキャスの番組としてどんな番組ですかってことなので、はい、クッキーさん、これは FM ギノワンというラジオ放送局が提供している、はい、キャスです。そしてその中の一つの番組である今ユンタク二平デビルをお届けしております。私、パーソナリティのギノワンです。あ、尾形ひさひとさんかな。晩はガッチャンです。ガッチャンさん、え、私こっちの方が初見だと思いました、ごめんなさい。ガッチャンさん、福岡久留米市から見てます。 ありがとうございます。え、久留米市から。え、ガッチャンさん久々ですって、私初見だと思ってるけど、また別赤ってやつですか。久留米市は僕学生時代毎年行ってました。本当に大学生の時に陸上競技の秋インカレで毎年行ってたんで。そうなんだ。ちょっと思い出の深い位置ですね。ガッチャンでいいです。ガッチャンですね、初見。はい。iPhone SE で配信見てます。ありがとうございます。ちょっとおかまみたいな声だけど、ちょっと風邪の影響で。そんなことないですか。僕は冷房の影響でガラガラなんで。ねえ、やばいね。ちょっとイケボ意識をしてみます。あー、今日のダメ忘れてるわ。あったあった。ちょうど家で働いてましたけど、
あー、そうなんだ。惣菜屋で働いてたらいっぱい美味しいのが、はい、10秒前でーす。あ、始まりまーす。はい、9月5日水曜日6時10分になりそうなところです。ツイキャスもたくさん上がってましてありがとうございます。早速一番乗りはタイゴさん、コインもありがとうございます。シュプリームさんもいっぱいメッセージありがとうございます。人工知能の夫さん、夫はじあさとさんもありがとうございます。久しぶりですね。挙手券の方もいらしてありがとうございます。クッキーさんと、ガッチャンさんもよろしくお願いします。パーソナリティのヨギナオです。そうそう、この番組はメールもお待ちしてました。忘れてました。また、はい、あのメールもお待ちしております。メールアドレス797@fmginoan.com 797@fmginoan.com です。メールもお待ちしておりますのでよろしくお願いします。ということで今日はですね、すごい素敵なゲストさんをお呼びしていますので早速、ご紹介したいと思います。私の薬膳をしている、メンバーでもありますがとても光栄ですが、沖縄統合医療学院の名誉学院長の高橋健一さんです。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そう、すごい肩書きが来たでしょなんで私がこの大先生と一緒なのかって、薬膳の、実は薬膳の勉強を、一緒に去年ね、去年からやって3月卒業したんですけど、その同じ木曜クラスで勉強していたんですよ。こんなね、学院長が勉強するってすごいと思いません？皆さん、もう極めているのにさらに勉強するってことで、そのご縁で一緒になりまして、で卒業してからも、薬膳やっぱり勉強していかないと忘れていっちゃったりするし、一人でやるよりもみんなでまた集まろうってことでやって、でしかも私たちの、琉球薬膳コーディネート Y コンプコリーグっていうメンバーのチームの名前があるんですが、その名付け親でもあります。はい、通称パオロ先生って皆さん呼んでいるので、私たちもパオロ先生と、はい、呼んでいますので、今日はそのパオロ先生っていう呼び方で、お話続けさせていただければと思いますので、今日は改めてよろしくお願いします。はい、こちらこそ、お招きいただきましてありがとうございます。パオロっていうのは皆さん、日本人なのに、なんで、そのねパオロなんですかっていうふうに聞かれるんですけど、実は私、日系の、2世、ブラジル人の2世なので、ブラジルで その出生届の名前が、パオロになっているので、ブラジル行けば私はパオロで、日本に来ると健一になるという2つ名前を持っているということですね。私自身は、本当はですね、中学校の時の夢はアナウンサーになることだったんですよ。本当ですか？それは初耳です。そうで、中学校の時放送部に入ってて、で、将来はアナウンサーになりたいなと思ってたんですけど、どこで道を間違ったか今の道に入ってしまったんですけど、すごい、でそういった意味で今の学校でですね、私自身は学校はもともと生物学を最初勉強してたんですけども、はい、その生物学の勉強が終わった後に就職するときに、たまたまその医学部ですね、医学部のところの解剖学教室っていうのがあって、いわゆる人体の、解剖をやる教室なんですけども、そこに、就職の口があって、もともと生物学で、動物学をやってたので、ウサギの解剖とかネズミの解剖をやってたんですよね。すごい。でそこで人体解剖の話が来たんですけど就職の面談に行った時に教授がね、どっちも哺乳類ですよとですから中身は基本的に同じなのではい、はい、人体の解剖も、できますよという、即もう面談して即、採用が決まって、それからいわゆる、人体解剖の、世界に入っていったということです。へで20年医学部で人体の解剖をやってきて、でそれ終わった後今度は看護大学の方で、看護師、いろんな、コメディカルの国家資格を取らせる学校でまた10年いて、30年、大学
にいて、でまあもうそろそろ引退かなと思って来たんですけど、たまたま私は解剖学と、まあ、生理学、体の構造と機能を、まあ、勉強したんですけど、たまたま沖縄に私の実は連れ合いが糸満出身なので、でまあ、内南無垢っていうんですかね、内南無垢でこっち来た時にたまたまその浦添にそういう、柔道整復師と、の学校ができてて、そこにも解剖が必須なので、はい、解剖の勉強する人って全国的に非常に少ないんですよね。にもかかわらず全ての、 その、メディカル系のコースには解剖学が必要なので、はい、年取って退職してもまだ仕事があるという、まあ、そういう意味で現在も今続けていて、今年72の、犬年です。すごいですよね。でそれで、まあ、続けられるのはそういう意味があるんですけども、そこで、まあ30年間大学をやってきたんですけども、今嫁さんがね、うちなんちゅうということで、もう嫁さんの言うこと聞かなくなったらこのあと人生暮らせないので、あの嫁さんの言う通り、こっちに、まあ、移住したという形になってます。もうすごい、でもご縁ですね、こういうこと。多分そうだと思いますね。しかも、うちの嫁さんも、沖縄系のブラジル人なんです。あ、そうなんですか。そう、ね、彼女も2世あという、まあ、そういう出会いがあって初めてここに沖縄に来たということなので、はいはい、すごい。そうだから沖縄と非常に縁があって、長男も留大出てるし、次男はあの名護の農業大学校に行ってるし三男四男は名護で働いてるしということで、みんなこう嫁さんの影響が強くてみんな沖縄に来てるという、そういう流れで今沖縄に来てるという。ちょうど、まあ、今沖縄がもう居心地がいいんですね。もうどこも行かないで。そうです、そうです、ね、もうす、まあ、次の住みかをもう沖縄に決めましたので、ねね、そうそう、その中でね、いろんな人に、まあ、出会ってる中で、はい、今ね、与儀さんが言われたように、たまたま私もちょっと薬剤勉強した時に女性が5人おる中にね、男性が1人入っていたんですけどいいんですかと、あの先生に聞いたら、いや大丈夫ですよ、ね、おじいが1人入りますけどいいですかっていう話で、楽しく12回ですね、やった後すごい楽しかったです。そうですね、うん、あの薬膳でもやっぱ食のね、通してこうやって勉強していく中で、はい、あの普段の生活と絡めて勉強するんだけど、うん、でやっぱり分からないこととかももちろんあるので、それをあのパウロ先生がまた分かりやすく解説してくれるの、地区とか、これはじゃあなんでこうなるか分かる君たちってからで、ここでパウロ先生のまたいろいろお話聞いて、はい、だからすごいあのお得な授業だし、うわー羨ましいですね。そうそう、薬膳勉強しつつこのパウロ先生からの西洋医学も勉強、西洋医学やって、はい、おーってもうすごい、だからあの濃厚な時間で、そう6人みんな仲良しで、それで6人みんなメンバーで一緒にあのこの Y コンプっていう名前もつけてくれたのはみんなの名字。そう、そう、なんか私たちが集まってる時、その時もちろんパオロ先生もいて、多分第1回目の集まり、第1回目の集まりです。みんなであのあーだこうだいろいろ話をしてる時に、はい、パオロ先生なんかやってんの一人でまあまあいいかって思いながら、まあ、みんな結構自由なので、そしたらいなんかいい名前が思いついたって、何の話みたいなそしたらいきなりそうあのホワイトボードに書き始めてはーっつって、なんか君たちこのグループ名こうしないかっていうか、はーっていいと思いますってすぐ決まっちゃった。いいですねそうそう、すごい楽しそうです。そう、すごい先生なのにこうやって気さくに参加してくれて、あの結構ね、あの女子会の中にもそうそう飲み会にも行ったりねそうそうそう、で飲み会に行くでしょ、みんなよく飲むんですよその飲みっぷりがまあ素晴らしくて私は横でじっと見てるだけなんですけど、ね、でなんでね、こう薬膳に入っていたかというと、あのまあ、私はその健康に関係するような、まあ、メディカル系の分野におるので、はい、沖縄に来た時に沖縄はその長寿の県であると、健康長寿の県であるというふうにして聞いてたんだけど、はい、来た途端に、女性の、ね、健康寿命はどんどん下がってくるし、はい、男性はどーんと下がってくるし、これはあの私の範囲の中で何かできないかと。で健康はやっぱり食べることと、ね、それから水と空気なんですよね、
この3つが非常に大事なので、まあ、空気は我々って触れませんよね、はい、水も触れないので食べ物は自分でちゃんとコントロールできると、うん、でその中で、薬膳を取り入れて自分の体を、まあ、免疫力を上げるとかいう意味で、ね、丈夫な体にするにはやっぱり薬膳が、そのベースにあるだろうと。しかも薬膳勉強してきた時にね、はい、よくよく考えたら実は沖縄の料理っていうのがそうなんですよ、もう薬膳だと。そうなんですよ、その辺をうんちくをどうぞうんちくですかそうそう、あの琉球料理っていうのが、まあ、ゴーヤーチャンプルとかでもそうなんですけど、もともと理にかなってるっていうので、まあ、ゴーヤーはね、旬で夏いっぱい取れるので、うん、まあ、沖縄の人も普通にビタミンが豊富なのでたくさん食べて夏バテ予防とかっていう風に食べられてはいるけど、まあそれももちろん正解なんですけど、あの薬膳的に見ると体を冷やすっていう効能があるんですよ。なのでゴーヤを食べると、まあ、あのビタミンとかこの夏バテ防止でもあるし、同時にあのやっぱり夏って体も熱くなるんです。熱いので、それを体をまた冷やすっていうのがあるので、もうこの自然の摂理とこのやっぱり強度に合ったあの食べ物っていうのがちょうどいいっていうものがあって、やっぱり沖縄っていうのはあの中国との、うん、あのこの、うん、古い、ね、交易があったからね、交易があったので、その中医学っていうのが入ってきて、それであの、まあ、王様のための、うんうん、あの本当は宮廷料理がね、宮廷料理があったのが沖縄にはあの広まるのが早かったっていう、まあすごいカットしてますけど中身はやってますけど、そういうのでやっぱり身近であの知らずに食べてたのが沖縄の人っていうので、それで長寿だったはずなんですけど、やっぱり今ねジャンクフードとかいろいろ入ってきてるので、ちょっとそこから落ちてきちゃってるのでじゃないかなと、もう一度やっぱり琉球料理を見直すっていうのは結局薬膳的にももう正解だなので、そこをまた勉強していけるといいなって思って、それで琉球薬膳コーディネートっていうチームを作ったような、うん、感じなんですけどね。そうそう、で薬膳とか針とか灸とか、ね、いろいろなその民間療法な伝統療法があるんですけど、その、まあ、基礎になるのが、ね、中国医学、中医学ですよね、うん、だから薬膳も中医学がベースだし、針灸も、中医学がベースということで、私が今あの勤務している沖縄統合医療学院というのは、もともとあの、ね、柔道整復師の、はい、学校だったんだけど、設立3年目にこの針灸の、まあ、新しく学科を作ったんですね。でそこで中医学をベースにした、学科を作っているので、この後ですね、実は、ね、針灸と、次の段階としてはですよ、私としては針灸と薬膳をつなげようという目論みが今ありまして、うんね、まあ後でちょっと、話を しますけど、いろいろ仕掛けてもらってます、そういった意味であの今の私がやってることは沖縄、私も、ね、沖縄に来たので、せっかく沖縄に来たので自分のいろんな知識を沖縄にこう、まあ、広めてですね、やっぱり一番大事なのは人間いつか死にますので、はい、ね、死ぬ時に病気で苦しんで死ぬか、ね、うん、まあ、楽に死ぬかということの選択はですね、やっぱり最後は自分でやらないかんと、うん、でその自分でやるためにはいろんな、食べ物の中で、ね、自分にとって何がいいのかとか、先ほど言ったように沖縄の人は、ゴーヤチャンプルとか食べるんだけど、それは実は意味があって、ね、食べてるということはみんな知らないんですよね、うん、それをなんでゴーヤチャンプルのゴーヤを食べたら夏場にいいのかとか、そういった意味をこれからきちんと広めていくのを、まあ、おそらくYコンプの、はい、女性陣が広めてくれるだろうと思って、はい、私は、まあ、期待している段階ですよね、うん、すごい、だからあのきっかけをあの与えていただいているので、そのきっかけを大事にしてまた広げていけるようにということで、はい、もういろんな方あのもう卒業生も、ね、いっぱい見てらっしゃるのに、あの卒業生 あの会員クリニックっていうんですか、あの新旧 あのそういう開業した人、開業したとか何かやってるよとかっていうところに必ず顔を出していらっしゃるので、あのやっぱり卒業生としては嬉しいじゃないですか。そうですよね、みんなにやっぱりあの愛され、はい、愛されキャラですよね、まあ、そう言ってもらえて、まあ、いいんですけど、だからそうそう、あの私は40、
3年ですよね、教育者になって28歳から教育に入ってますので、うん、でやっぱり教育者なので育てるっていうのが私の仕事だと思ってるので、上にあんまり上に立ちたくないですね、ちゃんと育てるっていうのが私の基本なので、うん、やりたい人の側面から援助するっていうのが私の、 その、まあ、教育のポリシーなので、育てる方向にいろいろ持っていくと。だから仕掛けはするけども、仕掛けに乗ってちゃんと若者が育ってくれたらいいなというのが私の今の、すごいありがたいです。はい、もう なんだろう、もうこんなすごいね、あの先生でもこうやって一人一人にこの親身になって話をしてくれたり、はい、こうやってみんなの名前つけてくれたりとか、私たちのYコンプだけじゃないんですよね、はい、いろいろつけてる名前が。例えばですね、あの、沖縄統合医学院ハリキュー新旧学科がありますよね。で免許取るのに、ね、大体430万かかるんです、最低、ね、3年間で430万使って免許は取ったけれども、それできちんとその生活が成り立たないといけないじゃないですか、はい、教育機関だから免許を与えてしまえばいいという考えもあるんだけど、私はそれは教育機関として足らないと思っているので、卒業した後にそのメンバー卒業生がきちんと社会の中で活躍できるようにというふうに考えて、実は琉球新旧も、琉球の新旧の網と書いて琉球新旧もって新しい、団体もちょっと作ったんですよね。それが、琉球で新旧がアキュパンクチャーで、AM ですよね。でネットワークでラモンっていうまた言い方を作ってるんですよ。ラモンも実は私の名付け親だし、沖縄統合医療学院はオシムという省略形があるんですけど、はい、それも実は私の名付けになってきますよね。そういう名前をちょっとつけるのが好きなので、実は今もう一つちょっと依頼してるんですよ。依頼してることがあって、これはちょっと難しいのでちょっと時間くださいというふうに言ってる。そうそうそう、まあまあおいおいでいいんですけど、あのやっぱりいろいろ考えてる中でポッていいあのお名前をあの出してくださるかなっていうのがあって、やっぱりこうやってラムーンとかオシムとかって、はい、あのしっくりくるじゃないですか、聞いてても。なので、あなんかそういうのが出てきそうかなみたいな感じで、はい、ちょっと託して勝手にお願いします。出てこなかったらごめんなさいということでそう、もうそういうのも気軽にあの受けてくれるので、すごいありがたいんですよ。もうこんな長年教育者としてやっている中で、あえてまた自分からね、また薬膳を勉強してっていう、うん、その姿勢がすごいなんか尊敬できる、もう大先生なんですけど、こうやって楽しくあの親しみを持ってお話できるっていうのはすごいありがたいです。もうそれだけでもだいぶ変わってくるので、気持ちがありがたいですね。はい、すごいなんか、そう、もうさっきの多分あれです、あの人工知能の夫あさとさんからのツイキャス、すごいざっくりって、あのさっきの哺乳類の話ですね哺乳類か、そうだよね、そう哺乳類だからって人間まで言っちゃう。でもみんな忘れてるのは、ね、みんな人間と思ってるのよ。あ、ね、まあまあまあ、でも人間じゃないのよ、はい、人間はね、もともとは四足獣ね、四、はい、つ足の動物だったってことみんな忘れてるの。そうです ね、だから人間って言うんだけど、もともと動物的なものを持ってるってことみんな忘れてるのよ。俺は人間だと思ってるけど、実は動物なんだっていうことを忘れてはいけないっていうのも私の、うーん、そういうことですね。で人の解剖学を教えるんだけど、もっと下等な動物の話につながってくる。例えばね、この出っ張りなんて言います、この顎、この科学の出っ張りのこと、一般的にエラ、エラって言いますよね、はい、おかしいでしょ、人なのにエラじゃないです、はい、魚じゃないです魚のエラですよね。確かに、で魚のエラがなんで人にあるの、はい、って思ったら魚は動物じゃないですか。だから人間も動物だったっていう証拠ですよ。そういう意味があるので、あの今言ったデタラメじゃないんです。あのね、はい、そう、ちゃんと意味があって、でやっぱり人間というのは動物であるってことを忘れてるの。確かに、うん、なんか人間もう動物の一つだったっていうよりも、人間は人間として勝手に終わるみたいに思ってるでしょ。なってる気がする。でしかも人間が一番上と思ってるでしょそれ大間違いなんですよ人間よりも一番下のミジンコとか海の中にあるね、その魚の餌が本当はスタートなんです。こっちが一番偉いんです。
このミジンコがなくなったら実は人間がなくなるんですよ。実際 DNA 的にはトマトの方が進化してるらしいですよ。そうですか。そうなんだ、すごい。あの遺伝情報が人間の3倍あるらしいです、うん、トマトが、トマトの方がすごいな。いろいろちょっと気になる情報もありますが、ちょっと勉強した方がいい ね。すごい、あの皆さんすごいね、あのツイキャスが止まらない。太鼓さん、苦味が強いのは苦手、アゴヤですね。クッキーさん430万、そう、皆さんお金をね、あの大金払ってやってるのでね、頑張って、事業とかねできればと思います。赤字です、次枠でやってください。なんだろうこれは。あ、クッキーさんまた、あ、ありがとうございます。コイ2つもありがとうございます。なんだろう、ガッチャンさん、晩飯松茸混ぜご飯弁当食べました、600円です。あ、さっきの430万と比べたらすごいことになるね。大塚健二さん、あ、こんばんは。卒業後も社会保障できるのはすごい。そうですね、大吾さん、俺はライオンだそうなの。あ、どうするの ね。ガッチャンさん、夜11時半から NHK ラジオ深夜、あ、深夜便聞いてます。あ、なんかそういうのがあるんですかね。私も聞いてます、うん、なんか前言ってましたよ、うん、はい、大塚健二さん、大学卒業まで前期100万後期100万の授業料かける4年800万、子供2人きつかった、お疲れ様です。2人すごいね。クッキーさん、その考え方好きです。人間も自然の一部にしか過ぎないと思います。それを忘れた人間、うん、おごりすぎていますよね。あ、いいですね、大賛成ですね。そう、すごいね、もう皆さんもありがとうございます。あ、もうあっという間ですね。もうちょっとこの辺で、パオロ先生のリクエスト曲をちょっと流したいと思います。ネーネーズで黄金の花。すごいね、反響が。解剖学すごい興味があります。運動って、はい、なんだっけ、なんか運動やってる、陸上やってて、大学生まで陸上競技してたんで。あ、そう。大学で少しかじりで、運動生理学、解剖学取ってたんですけど、運動生理学の方が面白いんじゃないかな。あ、そうですね、運動生理学は栄養学とかも入ってきたら物理も入ってたんで、もともと物理学得意で。あ、そうなの、はい、計算とかが好きだったんで、やっぱり応用、陸上にいろいろ応用してみようと思って、大学の研究も結構陸上の研究を。そう、はい、そしたら骨とか筋はある程度は分かる。そうですね、まあ、でももう10年経ってるんで結構忘れてはいるんですけど、当時はでも、もうほぼほぼ頭の先から足先まで筋肉言えるぐらいは勉強してました。で、その筋が動いたらどんな運動ができるかみたいな、はい、試験やりましょうか。勉強し直さないといけないですけど。一番簡単なの、ね、サッカーのボール蹴るじゃないですか、はい、ね、その時に主に使う筋は主に大腿四頭筋じゃないですか。そう、そうです、そうです、はい、ね、大腿四頭筋は膝の関節の心筋だから。そうですよね。そうそう。反対は？反対はハムストリング。おー、すごいすごい。すごい。やっぱりっ一般的に大学行くとみんな勉強しないって言うけど、遊んでしまってね。おい、ちゃんと勉強してる。10年間忘れないってすごいですね。なんかキャンさん、いろいろ雑学がすごくって。さっきのトマトの話もそうだ。もうそうだし、私も知らないもん。宇宙とか、あとなんだっけ、宇宙と天気一緒か。そう、まあ、気象も一応関わってますね。とか、はい、その辺とかもすごい知ってて、ビッグバンのどうのこうのとか、ビッグバン？生命誕生のビッグバン。そう、そういう番組を持ってたりとかして。あ、そう。うん、すごいですよ。なんか博学って言うんですよね。博学だね。まあでもすごい薄いんで。薄いね。だからなんか話が、ゲストさんいろんな方いらっしゃるんですけど、全部話。あ、どっかで接点があるの。わかるんですよ、全部。私、ハテナが出てる時でも普通に話してくるの。すごい。そう、タイゴさん、普通に難しい話してるからナオさん逃げたよって。違うから、違うから。確かに今すごい話してるよね。まあ今筋肉の話だけど。筋肉の話だけど、ちゃんと、まあ、基本中の基本だけど、それが分かってるっていうのが、まず基本が分からないと、ね、難しくというのは分からないので、そうなんです。それすらうちの学生分からないのもおるぐらいだ。そうそう。
なかなか素晴らしいじゃないですか。ありがとうございます。やっぱりそこまで分かってないと自分の体を動かせないっていうのもあったので、陸上競技はやっぱ体の限界突き詰める種目でもありますから。そうだよね。やっぱりこのクエン酸回路とか ATP とかのこのやっぱり細胞のこのどういう仕組みで動いてるかみたいなまでは勉強します。ではまた試験しますよ。クエン酸回路はクエン酸回路は細胞の中のどこで行われてます？ミトコンドリア。おおすごいすごい。即答すごい。これなかなかね国家試験レベルの問題なんです。即答するのはすごいですよ。ありがとうございます。すごい。うちの学生でもまだわからない多いんだから。どうでしょう、なんか博学の、うん、この博学はすごいね。一応高校生の時に生物でこれが出た時に、自分唯一90点で取ったんで。高校の時ので、クエン酸回路って分からんでしょ。分からないです。自信持って。実は筋肉を動かすのに必要なエネルギーって ATP って物質があるんですよ。クレアチンリン酸っていうんですよ。もうわからない。アデノシン酸です。はい、楽しそう。クレアチンリン酸はあれ原料ですよ。そう、ローマ反応の部分だから。はい、でもすごい、すごい。でさっきね、博学で浅いって言ったけど、十分ですよ。ありがとうございます。なんか薄く広くって言うけど、レベルが違う。君よりはずっと違う。全然違います。私はなんかさーって上見てるだけだけど。そうそうそう、全然薄くない。薄くないまあでもまだ分からないことも多いので勉強しないとなって思ってるところもぜひうちの学校に入られてください。430万円あ、来年PT も作りますので。あ、すごい。なんか特別講師みたいな。いやいや、もうそんな。大学でもともと何を専攻してたの？観光産業学科だったんですけど、明和大学に勤めて。明和会通ってたんですよ。で僕の時は一応健康スポーツ学科もあったんですけど、観光の方でも体育系を教えてたんで、そちらで観光の方で勉強して、私の自宅は名古屋なんですよ。そうなんですね。矢賀寺なんだ。矢賀寺知ってる？わかりますよね。しかも明和大学の学生は5月頃になんか氷まで歩くっていう。今やってますね。やってるでしょ。はい、あれうちの前通るの。グループがゾロ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 。僕よくあれですよ、自転車で氷島まで行って。あ、そうなんだ。どっから明和大学か。あ、ね、B 股に住んでたんで。あ、B 股住んでた。はい、もうそのまま。 B 股って難しいのね、感じがね。かけって言われたの。ため股って書くの、はい、ため股か。ため股って書いてある。 B 股読めるけど書けない。読めない。最初はB 股って地域の名前聞いた時に英語の B が書かれました。そう確かに。で僕が住んでる沖縄市で隣うるま市に S って地域があるんですけど、それもだからアルファベットの S しか書かなかったです最初は。あ、 S ね。確かに。そしたらこの曲、あ、今 CM 開けたら後半になるので、自分が告知をするのがあるので、はい、どうぞ。これをやった後に最後までやりましょう。はい、はい、やります。あっという間です、でも1時間、まあ、賞味30分かな。そうですね、そうそう、だから1時間番組の方が。あ、今日ピーチさんお休みらしいので、連絡ありましたので、一応ツイキャス終わるまで全然問題ないです。はい、OK です。そうそう、大吾さん、谷又、ためまたです。ため、あなたのためのため、ためですね。にまたで、B またっていう地域があります、名古屋。そこに名誉大学あります。沖縄、読めない。読めないね。もう一個あったっけな。自分のリクエストした。これはもうネネーズ、今ネネーズ5代目なのよ。ですよね、もう変わってますよ。そう、だ初代の時からのファンなのよ、私。はい、では小ジャミ作のね。はい、始まり。はい、9月5日水曜日6時38分39分を
回りそうなところです。すいません、ちょっと変な時報の。すいません、でもさっきすごい盛り上がって、あのパウロ先生のリクエストの曲中もあのキャンさんとパウロ先生があの解剖学の話で、解剖学の話で私逃げてないですけどね。まあすごい盛り上がったので、ぜひ皆さんあの明日 YouTube に上がりますので、 YouTube も楽しみにオフトーク聞いてもらえればと思います。後半は告知コーナーということで、一旦すいませんね、あの解剖学の話置いといて、ちょっと私の告知からさせていただきます。私があのもう毎週毎週ご案内させていただいております、夏の読谷夜明かり2018琉球夜祭りがありますが、ここでですね9月8日土曜日、今週土曜日ですね、夕方5時から9時、場所は同じくこの紫村で、浴衣で恋活しませんかっていうことで、夏の読谷夜明かりで、恋活を浴衣で、開催いたします。千代田ブライダルハウス主催、協賛が紫村、ウチナーナンバーワンが協賛をしております。浴衣でですね、あの女性は、参加費3,500円、男性が5,000円になります。浴衣のレンタルの込みで、女性に関してはあのヘアメイク着付け全部込みです。であとあの浴衣の写真撮影会もあります。で私がいるジャナテの方で食事会、軽食ですね、しかもアルコール込みでフリードリンクらしいので、だいたい2時間ぐらいかな、あの食べ飲みできます。でその後に模擬挙式の方もありますので、そこも、皆さん見学できるような形です。でそこでいよいよフリータイムということで、フリータイムが終わって9時でイベント終了なんですが、ここで見事カップル成立になりますと、ジャナテのお食事券5000円分を抽選で一組様、あと浴衣ですね、男女このカップルになった、男性女性それぞれに、ワンセットずつ、プレゼントします。そうあの普通に、まあ、男性の方はね5000円で割高かなって思うんですが、もう飲食もついてこうやってねカップルになれたらできますので、うん、女性なんてもっ とお得ですよ、うん、ヘアメイクもセットもついて写真撮影もついてるので、あの普通上はですね、あのこ の琉球夜祭りの浴衣レンタルは浴衣レンタルと着付けが込みで3500円なんですよ。ヘアメイクはまたオプションということで別途料金つくんですが、それも全部込みで食事もやってお酒も飲んでいいんですよ。それで3500円なんですが、もうね、もう日付もないので、ぜひ皆さんあのご参加いただければと思います。当然ながら独身の方ですよ、あの彼女持ち彼氏持っちゃダメですよ。そうあの行こうかな。あらら、パウロ先生奥様に怒られますわ。あの保護者として見てみましょうかね。そう素敵な夜に素敵な出会いをしませんかっていうことで、9月8日土曜日5時から9時になりますので、お問い合わせの方がフリーダイヤルになります。0120929120、0120929120になりますので、もうちょっとゆっくり、はい、もうちょっとゆっくり言いましょうね。お問い合わせは千代田ブライダルハウスで、お電話番号フリーダイヤルで0120929120、0120929120です。琉球夜祭り恋活、ぜひあのネットでも検索できると思いますので、ぜひぜひ見てみてください。紫村でも検索すると出てくると思いますので、参加お待ちしております。私はジャナテで応援してます。皆さんぜひご参加ください。はい、私の方からは以上です。ということで、ツイキャス、あやさん恋活の特典すごいですね、いいな、うらやましい。そう、あやさん育休中だからね。育休中だから残念ながらそこは参加できませんが、ぜひまた遊びに来てください。はい、でさっきですね、ちょっと私が答えが出せなくってスルーしたツイキャスのコメントがあったんですよ。ヘチマナーベーラの薬膳はどこ行ったかな、効能ありますかということで、
シュプリームさんですね。すいませんね、ちょっとスルーしたわけではないんですよ、ちょっと私も自信がなかったので、今日実はあの薬膳のメンバーが待機しておりまして、はい、すごいあのアシストいただきました。Y コンプの K さんですね。そう、 Y コンプの K さんです。私は Y コンプの Y さんです。私は Y コンプの P さんです。 P さんです。そう、そのメンバーで、そう、あのすごいね、連携 ありがとうございました。あのナベラっていうのはあのヘチマですね。沖縄では食べられるんですけど、ゴーヤと同じくあの夏によく食べられるんですが、ゴーヤと同じようにやっぱりあの熱を取り除くっていう効能があります。で、タンも取り除くっていう効能と、あとまあ気系っていうか、まあどこに一番内臓的にはあの効果があるかっていうのが肝と胃っていうことで、まあ夏はね、あの冷たいものを取りすぎたりとか、あの暴飲暴食しがちなので、この肝臓のケアとか胃の、ケアにも効果的だと思いますので、ナーベラヘチマ、あの青い時に食べるんですよ。あの内地の方は枯らしてしまいますが沖縄では全く同じ種類なんですか？同じ種類ですよ。お、はい、あのそれをほっといて枯らしたらあのヘチマのたわしになりますが、沖縄の人はそんなことはしません。緑のうちに取ります。美味しそうなので、あの食感はナスみたいな感じなので、苦手だなって思う方もちょっとナスイメージして、結構あの味噌炒めにするとあの食べやすいと思います。そんなに気にならないと思いますので、ぜひぜひお試しいただければと思います。そう、太鼓さん、恋活もよかったら、よかったらって山形から山形山形からぜひぜひぜひ楽しんでもらえればと思います、うん、で、今日はパウロ先生のすごいあの素敵な告知もありますので、パウロ先生から告知の方お願いできますか？はい、まあ、先ほど最初の、うん、紹介していただいた時に、日本統合医療学会の沖縄県支部の、まあ、事務局長という肩書きを言ってもらったんですが、はい、まあ、先ほど言いましたように沖縄の、健康長寿を伸ばしたいというのを、まあ、それを、発端としていますこう支部を作ったんですけれども、今回、支部を立ち上げて3回目になるんですが、はい、今まではその、偉い先生方の講演会をずっとやってたんですけど、はい、講演会を5つも5時間かかって聞くのはしんどいなということで、私が今回ちょっと形式を変えて、もちろんその講演会もやるんですけども、いろんなあのまあ伝統医療とか民間療法があるので、それをまあ体験していただくという、ぬち薬のチャンプルフェスティバル、心と体に栄養をという、フェスティバルをですね、9月の30日の日曜日、実はこれ知事選です、知事選の選挙終わってから来ていただきたいんですが、10時から、16時、会場はですね、沖縄県まあ当たり前だね、宜野湾市、大山にある、空、沖縄保健医療工学院という、専門学校の校舎をお借りして、まあ、フェスティバルを、やります。ぬち薬のチャンプルフェスティバル、はい、省略してぬちフェスというふうに、省略してます。これも、私が、命名をしましたで、2つありまして、1つは、講演会、3つあります、30日の午前10時半から12時まで、龍大の、ウェルネス研究分野の荒川正史教授が、ウェルネスと沖縄の時代という、テーマで、お話をしていただきます、ウェルネス、これも健康と密接に関係した、テーマですので、ぜひ皆さん、お聞きに来ていただきたいと思います、はい、あと2つ、統合医療に関する講演をやります、支部長の荒垣形成外科の院長の荒垣先生が統合医療を考えるという、テーマで、その、統合、荒垣先生はもともと西洋医学の、お医者さんなんですけども、うん、そこに、西洋医学以外のいろんな療法を取り入れる、まあ、統合医療を理解されている先生の、講演があります。これが1時から2時まで、午後ですね。でもう一つは、
中国の、中国でその、西洋医学を勉強されたんですが、沖縄へ来て健康寿命のを伸ばすにはどういうふうにしたらいいかということを中国医学的な観点から、の、アプローチで、講演を、していただきます。自然療法センターという、センターの所長もやっておられますので、この講演の3つがありますが、この3つだけで皆さん、疲れてしまいますので午後の12時から、4時までの間に、いろんな、伝統医療と民間医療を体験していただくブースを作りました。針、美容針ですね、美容針、灸、宝禄灸とか台座灸、要するにお灸ですね。昔沖縄ではヤーチューと言って、ね、結構ね沖縄では灸やられていたんですが、いろんな灸、それから、ワイコンプがやります薬膳、内容はちょっと後でやってもらいます、はい、あと分子栄養学はこれ喫茶コーナーをやってます。あとヨーガ療法、アーユルヴェーダ、スイナ、動作法、これは PT の先生がやってくれます。相対法、これは柔道整復師の先生、神経楽治療は鍼灸師の先生、 EK 療法は PT と針の資格を持っている先生、エネルギー療法は、手かざしの、療法です。フラワーレメディー、もうこれはもうフラワーというのは花で、レメディーというのは、薬という意味です。あと耳つぼ、耳つぼジュエリー、これは分かりますよね。玄米酵素は、いろんな、サンプルをもらって自分で試してもらうという部分です。あとアロマセラピー、ね、カイロプラクティック、リズムジャンプ、あと柔道整復師がやるスポーツ外傷の部分を、まあ体験していただくと、まあ無料の場合もあるし、1回500円のワンコインで、体験していただくというブースを作ってますので、これはなぜこれだけのものをやったかというと、先ほど言いましたように健康寿命が下がってますので、自分の健康を自分で、増進させる、セルフケアをやってもらうために、そのセルフケアのいろんな手法を自分で選んでもらう、例えばヨーガ療法を体験してもらって、自分に合っていればそれをセルフケアに使ってもらう、薬膳のいろんなものを、試食していただいて、あ、これで自分のセルフケアに使いたいと思えば薬膳を自分の、生活習慣の中に入れてもらうというための体験コーナーを今度は作ってますので、ぜひ、ね、はい、トータル20個あります。20個ブースがありますので、あります。ぜひ、ね、この20個ある中からまた自分がやりやすいものから入っていただければなっていうところですね。そうですね、はい、すごいですね、これだけいろんな療法があるっていうのを体験できるというのはなかなかないです、ですよね、これだけ、はい、これだけのものを。ただ実は民間療法というのは他にまだいっぱいあります。そうですね、先ほどちょっと言われてた、ね、漢方相談みたいな部分もあるとかね、うん、それ以外にまだいっぱいあるんですけども、ちょっとその会場の関係で、はい、これ以上、まあ、できなかったということなんですけども、はい、また来年も、ね、まあね、やっていきますので。今回はこのワークショップ、この体験ブース自体が初めてということなので、うん、それを今回第1回目ということで、また2回目3回目ということで継続していくにあたって、まあ、大事な初回ですね。初回ですので、はい、なのでこれを成功、するかどうかが今後にかかってますので頑張ります。特に薬膳は、はい、この 20ブースの中で、物販をできるのは、はい、薬剤、じゃ薬膳だけ、飲食を販売は私たちだけなので。中身は何でしたっけ。はい、今回予定しているのがよもぎ餃子、枝豆ご飯、薬膳スープ、ハイビスカスティーと、あと私が、仕入れ販売させていただいている中曽根麹屋さんの甘麹と、あと宮國幸恵先生のですね、薬膳のレシピ本も、販売したいと思いますので、ぜひ遊びに来てください。9月30日日曜日10時から16時入場無料です。ぬちぐすいのチャンプルーフェスティバル、会場は空、沖縄保健医療工学院宜野湾市大山にありますので、シンポジウムの方も各、シンポジウム無料で、定員の方が80名先着順になりますので、ぜひぜひ、足を運んでいただければと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あっという間ですね、もうエンディングが流れまして、エンディングな
の曲は今日は安室奈美恵で Fight Together ということで、ちょっと9月安室ちゃんの引退も兼ねてるのでがっつり安室ちゃんかけさせていただきたいと思いますが、ちょっとこの未来へ向けてっていう意味合いで、まあ、1曲目をリスペクトザ・パワー・オブ・ラブ、好きだけじゃないよっていう自分の好きなことね、でファイト・ツゲーダーは私たち Y コンプみんなで頑張って一人じゃないよっていうところで、うん、この曲をセレクトさせていただきました。いいね、はい、あっという間の55分です、はい、今日もありがとうございました。いやいや楽しくありがとうございます、はい、よろしくお願いします、はい、この番組は、有限会社二平デビルとユンタクコーヒーの提供でお届けいたしました。パーソナリティはヨギナオとミキサーのキャント、ゲストはパウロです。はい、今日もありがとうございました。皆さんありがとうございました。また来週です。バイバイ。ありがとうございます。We fight together。 お疲れ様でした。シュプリームさん、大悟さん、たわしを食べる、乾燥する前だからたわしにはならない。柔らかいの、本当にナスみたいにポニョポニョって、たわしを食べる。緑だからね。そうそうそう、大悟さんお疲れ様ということで、今日ありがとうございます。皆さん拾えたかしら。クッキーさん、配信ありがとうございました。実は沖縄県知事選が気になっていて、関連したキャスがあるか探していました。玉城デニーさんを応援しています。このキャスは選挙のこともお話もあるのかな。こんなこと聞いてすみません。どっかではあるよね。番組によってはある、うん。番組によってあるので、うん、FM ギノワ見てみてください。番組表ってあるよね。ホームページで見てもらえれば、はい、FM ギノワのホームページでいろんな番組ありますので、うん、クッキーさんの気になる番組チェックしてみてください。私の年代は、私はよ、安室奈美恵の年代じゃない。さっき言ったように小嶋美佐子の年代なので。ありません、大丈夫です、もう勝手に。やっぱり全然わからないね。この曲です。ヒーローかな、うん、ヒーロー、あれぐらいかな、ちょっとこう残ってるのは、はい、オリンピックの曲です ね、あれは。あ、そうだったんだ、うん、そう、それで多分分かるんだと思います。リオのリオオリンピック、リオオリンピックですよね、うん、NHK のテーマだと思います。あ、そうですよね、あれリオデジャネイロって言うじゃないですか、うん、意味わかります。リオリオズリオデジャネイロって言うじゃないですか。ちゃんと、ちゃんと意味があるんだ。キャンさん、キャンさん、聞いたことある、聞いたことある、聞いたことある、博学が出てますかどうか。キャンさん、いや、でもちょっと思い出せないです。確かにリオだけど、リオデジャネイロ、リオ、またはね、リオデジャネイロ、リオデ、デジャネイロ、デジャネイロ、なんでしょう、デが入ってるんで、そう、デは何々のですよね。DE のデ、そう、デ、DE のデは、よく私が使う、何々のですよ。ジャネイロ、大学時代。ジャネイロはね、ジャネイロは英語によく似てる。ジャネイロ、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 ジャネイへぇー、リオデジャネイロ、1月の川という意味です。あー、でも何か聞いたことありますね。ちょっと調べておいてみて、はい、これはね、で、ブラジルはポルトガルの植民地で、ポルトガル人が入ってきてブラジルを発見した時の逸話から来ます。すごい、ちょっとだから、大塚健二さん、リオじゃないよ、リオじゃないよってこと。リオじゃない、ごめん、文字れない。リオじゃないよってことね。リオでじゃねえ。そうそう、多分大塚健二さんのは私のイントネーションを期待してるよね。リオデジャネイロをリオじゃねえよ。合ってる合ってる合ってる。リオでじゃねえ。ありがとうございます。ちゃんとできたかな。はい、そうそう、もうツイキャスの方もそのまま放置してました、失礼しました。ツイキャスも切りますね。皆さん今日もありがとうございます。失礼します。